語る、珍兵器。こんにちん兵器、解説のさぎりだ。こんばんは、お肌の乾燥と戦うあやのだよ。例によってゆっくりの作業が難航しているので、ざっくりを連続してお送りするぞ。引き続きざっくりしていってね。では行ってみよう、まずはこちらの珍兵器から。1942年春に考えられた、カーベヤ人の近代化改修案だ。理解がマシマシだ。というわけでこいつは追加理体で接地圧を下げ、クロスカントリー能力を高めることが開発の主目的だ。マーチ系ハマリは重戦車の宿敵だから気持ちはわかる。ちなみに追加理体の動力は、チェーンドライブで連結された駆動輪から供給されるぞ。チェーンむき出しだけど大丈夫かこれ。大丈夫じゃないよ、全然大丈夫じゃない。この図面案はある程度の指示を得たものの、戦車開発部門の副主任によって拒否されたぞ。おう？最大の理由は重量が5から6トン増えることだったが、地面とのクリアランスがなくなることで、地形によっては走行性能が悪化することや、剥き出しのチェーンドライブが敵の攻撃で容易に破損することも理由だったそうだ。めっちゃちゃんとした理由だった。お次は3号艇戦車の砲塔を有用した統治家だ。こいつも砲塔は待ってたのか。砲剣員車や弾薬運搬車に改造された3号艇から、取り外された砲塔とかあったからな。というわけで砲塔は改造で余ったものや、退役した車両から取り外したものが使用されたようだ。そして車体は対戦車自走砲向けの生産に限られていくんやな。1号戦車でもあった流れやな。なお正式名称は標準の砲塔を示すノーマルゼリエとなっているが、普通に改造が施されているぞ。標準括弧無改造とは言っていない。まず砲塔の前面は 38T のものに取り替えられ、武装が 37mm 砲と 7.92mm 基準になっているな。方針が若干や伸びたね。一方正面装甲の厚みにはバリエーションがあり、38T でいうところの D 型までの仕様だと 25mm、それ以降の仕様だと 50mm となるようだ。有用兵器あるあるかな？それ以外の変更は搭載弾数くらいで、飛行弾が396発、機関銃が2万4000発だったそうだ。統治化化されてる分、内部容積には余裕があるもんね。合計38機が生産され、1945年3月26日の報告書では、デンマークに30機、いわゆる、大西洋の壁、に5機、東部戦線に3機が配置されたらしい。活躍は？やはり記録がないのでわからないが、まあ普通に役だったんじゃないか？まあ走行機銃塔だけでも厄介なのに、37mm 砲までついてるもんね。物が物なのでいくつか現存しており、その大半はノルウェーにあるそうだ。はい、でもって、シリアで作られたホームメイド地雷除去車だ。地雷よりも何か別のものを処理しそうな見た目なんですがそれは、ちゃんと地雷を収穫してる画像もあるから安心しろ。収穫言うな。どうやらこの車両はユーフラテスの盾作戦に参加し、アイシスが敷設した地雷の除去に活躍したらしい。だからこんな厳重にケージアーマーで守られてるのか。後方には空間走行代わりのパイプも装備されてるぞ。味わい深い。それから、70年代にフランスが AMX-30 車体に搭載しようとしていた、ジャベロット多連装対空ロケット砲システムだ。70年代に対空ロケットを、でき、うん、あ、察し。なお搭載する 40mm ロケットの重量は 1030g、削薬量 400g と小型な一方、速度は秒速 1100m とロケット弾にしてはかなり速かったぞ。どっちかっていうと機関砲弾のスペックだねそれ。というわけで正射して近接防空に使うものだったようで、同時発射数は8、16、32発の3通りから選べたらしい。ランチャーには何発入ってるの？96発だな。ちなみに予備弾もしっかりあって、ランチャーを垂直にして射程の位置に持っていけば車内から再装填が可能だ。有効射程は？ 1.5 から2キロメートルだな。レーダーによる FCS のおかげで命中率は 70% に達するらしいぞ。普通の機関砲じゃダメなのこれ？いやね、40ミリクラスの機関砲でロケットの正射並みに高いレートを確保しようとすると、T249 ビジランテみたいに重くてかさばっちゃうのよ。そういやあいつ、M48 パットン車体に積んであれだもんね。というわけで1973年には設計が完成したんだが、AMX-30 車体に搭載するにあたって、当初の計画から若干仕様の変更があったぞ。まあそれはしゃあない。具体的にはランチャーの数が96から64に減らされたほか、レーダー周りが大幅に変更されたようだ。ちょっと雲行きが怪しくなってきたぞ。実際並列して進められていた関西版ともども、同年内に計画は中止されてる。あいやー。一番の理由は射程の不足だったが、ミサイルより安価というロケットのメリットが大量発射で損なわれてしまうことも嫌われたらしい。
同じ口径のボフォース 40mm の有効射程が 4km くらいあるのに、こいつは 2km 弱だもんね。というわけで、その後は普通に対空ミサイルシステムの開発に注力され、現在に至るまでフランスで対空ロケットシステムが開発されることはなかったようだ。悲しいなぁ。最後はとにかく停止性にこだわった対戦車砲だ。二次大戦中のフィンランドで開発されたぞ。そんなに低姿勢なの？同口径のパック40の地上高が120センチのところ、こいつは92センチと30センチ近く低くなっているぞ。頭一つちょい低い感じね。開発の理由はフィンランドの主力対戦車砲であるボフォース、37ミリ対戦車砲や、冬戦争中にソ連から露獲した45ミリ対戦車砲の旧式化が著しくなってきたためで、当初は初速1100メートル毎秒を誇る新型57ミリ砲弾を使用するつもりだったようだ。また予定は未定案件か。この弾薬はソ連の M1902、76ミリ子弾砲の薬莢とオチキス製6ポンド砲の弾頭を組み合わせたもので、それに由来して砲の名称も対戦車砲57の76となったぞ。残念だけど、こっちの砲の写真は見つかってないみたい。1943年夏に行われた試験では良好な結果を残し、同年12月には量産計画まで立てられたんだが、ここで問題が発生したんだ。新弾薬を使う砲で起こる問題、お察しの通り補給面の問題で、軍は継続戦争で共闘関係にあるドイツのパック40と弾薬を共有できる対戦車砲を望んでいたんだ。やっぱりか。というわけで1944年1月には使用を改めた75ミリ口径の対戦車砲が、75系の44の名称で採用されたぞ。パック40と比べて、地上打開外はどんな感じなの？重量は約 1500kg と同等ながら、砲身が55口径とより長かったため、初速が通常鉄鋼弾で秒速903メートル、後進鉄鋼弾で秒速1146メートルと優れていたらしい。やったぜ。というわけで同年夏の試験でも優れた貫通力を示したが、砲自体の信頼性は低く、また砲身が低い位置にあるせいで不整地での運用に難があったようだ。輸送時も使用時も地形にぶつかっちゃいそうだもんね。そこで改善命令が出されたものの、それが完成した9月には継続戦争の休戦協定が結ばれてしまったので、開発は打ち切られてしまったぞ。成し遂げなかったぜ。試作品は休戦協定に従って連合軍に引き渡されたものの、既存の 75mm 級対戦車砲と比べて、大幅に優れているわけでもないこいつが、関心を集めることはさほどなく、フィンランドに返却されたようだ。喜んだらいいのか悲しんだらいいのかわからんねこれ。それでも1950年代初頭には輸出向け対戦車砲とすべく、複座中隊機をバネ式から雪圧式に改めるなどの改良がなされたぞ。果たして需要やいかに、一つがイスラエルに送られたものの、採用には至らなかったようだ。愛号。唯一の活躍と言えるのは155K83、155mm 榴弾砲の開発中に、試験用2分の1スケールモデルとして使用されたことくらいだな。残るものが何もなかったわけじゃないからよし。さて、今回はここまで、年の瀬も近いのに平常運転のざっくり、いかがだったかな？普通の兵器と珍兵器との間にある兵器、扱いを迷いがち、あると思います。では、また次の動画でお会いしよう。ご視聴ありがとうございました。ファンアート紹介コーナー。今回はおずずさんから、50回突破のお祝いイラストだ。ありがてえ、ありがてえ。というわけでありがとうございました。そろそろファンアート還元祭もしたいわねー。